こんばんは。11月19日、午後7時になりました。第421回ですね。しゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけども、最高予想気温が14度だったんですけども、そのぐらいだったですかね。まあちょっと寒いかなっていうようなところでしたね。ということで、御嶽海負けましたか？あら、もうこれで5勝4敗？その優勝から遠のいちゃったんですかね。まあ残念ですね。まあ、残念ですね。今日、まあ今帰ってね、夕刊持ってきたんですけども、一面にはね、風疹26都道府県に拡大なんてありますね。社会面も明るいニュースはないですね。はい、というようなことで、今日もしゃべくり松代生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、今日の子どもプラザの水畑さんにですね、施設長の水畑さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。ところで早速なんですけども、水畑さんはこの子どもプラザにお勤めになるまでどこの、はい、なんか普通の会社にお勤めだったんですか？ええ、あの民間企業。あ、そうですか。もう学校卒業してずっと、で最後は営業回りまして、はい、日本全国、そうですね、遊びありてたっていうこういうことかもしれませんけど、まあつつがなく、卒業させてもらいました。あ、そうですか。わかりました。それで、あれ去年までは区長さんされてたんですか？ええ、去年は区長会の顧問だったんですね。あ、なるほど。で区長はその前の年、うんうん、その前の年は副会長だったんですね。副区長、副、ええ、あ、だから副会長、会長、区長会長ですね。うん、ああ、ええ、でまあ本当にこう地元でね、うん、今度はお前が、町へ行って区長会出てこいと言ったら、何が知らないけども副会長、会長にあらされまして、うん、何も知らない私が本当にいろいろご迷惑かけたんじゃないかと、まあこの場をお借りしては謝っちゃいますね。ああ、そうですか。いやいや、もうそのね、冗談ですけどね、まあ本当に素晴らしいね、区長さんだってことで有名なんですけど、とんでもない。それであれ今はね、はい、プラザの施設長さんなんですけれども、はい、やっぱり今までの仕事と今の仕事っていうのはだいぶ違うもんですか？違いますね。まあ相手が、まあ、児童と子供です。はい、で一般の企業では付き合ってるのは大人ですから、はい、特に自分の、うん、あの部下って言いますかね、うん、あの部門で行くと気に食わないと怒れたんですけど、うん、ところが、うん、怒るわけにいかない。なるほど。この辺が一番大きな違いですかね。ですかね。はい、わかりました。で、子どもプラザっていうのはどんなところなんですか、この全体的には。うん、そうですね、うん、あの社会的背景からするとそのまあ世の中が安全安心でないっていう、うん、そういう、まあ、あの事例が多々出てきてる中で、要するにその子供放課後、子供を安全に預かれる、うん、なるほど、こういう施設を必要だということで、あの運営されているようですね。あ、そうですか。で、その場所っていうのはどこにあるんですか？あの清野小学校はご存知かと思うんですが、はい、そこ の、あの体育館の西隣に72平米くらい の、はい、そのプレハブ小屋がありまして、うん、そこをあの使って運営してます。そうですか。子どもさんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？そう、あの登録されてる児童は41名なんですけど、実際に毎日利用してくるのは30名程度ですかね。そうですか。はい、
学年っていうのは1年生から6年生まで、そうですね、登録してるのは6年生までいるんですけど、やっぱり6年生になってくるといろんなことがあるんでしょうか、うん、6年生までがあれですね、実際の、通ってくる児童。ああそうですか。というようなことでね、はい、先ほどいろいろお話伺ってるんですけども、プラザではどんな、これがそうですか、ことをされてるんですか、はい、これがですか、はい、これは何ですか。これはね、毎日今日の子どもプラザはおやつ出してるんですけど、はい、このおやつを食べる前に、うん、その礼儀を教えるってことですかね、はあ、まず静かにして、うん、いただきますと、はあ、いうことを言う場面です。ああそうですか、はい、次はこれは次、これは夏休みを解消してるんですけど、うん、そこで子どもたちが夏休みの宿題をやってる風景ですね。はい、次はどうですか。これは月に1回誕生日会ってやるんですけど、はい、その誕生日会の一コマです。まあ、何やってるんですかこれは。これはね、新聞紙で作った、はい、まあ、衣類っていう、まあ、衣類に見立てたものを、そこへこの帯を混ぜて、はい、それでちく、周りの、はい、そこへ走って、うん、取るっていう陣地取り合わせ、ね、なるほど、はい、面白いですね。これみんなあれ自分たちで考えたんですか。これ支援員の先生方が考えてくれるんですね。はー、面白いことやりますね。やりますね。私もは感心します。あー、なるほど、はい、次は何ですか。あ、これ終わりですかね。はいはい、この写真は何ですか。はい、これは何ですか。これは大本営の増団地下号ですね、うん、はい、今年の、プラザの遠足で行ったところですけど、児童に中学生が説明してくれて、うん、非常に興味を持って聞いてました。あ、なるほど。やっぱり年代の近い、うん、はい、子供に聞くってことは非常に重要なことだなと、うん、つくづく感じましたね。そうですか、はい、中学生の皆さんもこの子供たちに、ね、説明するんであれば自分たちも一生懸命勉強しなきゃいけないんですけども、両方いいですよね。中学生も小学生もね、うん、まあ、この中学生は本当にうちの支援の、うん、先生のお子さんでしてね。あ、そうですか。無理に頼んでやってもらったような次第だと思います。あ、そうですか、はい、はい、次はこれは何でしょうか。これは狭い施設の中で遊びの一つで、はい、やっぱりドミノ倒し、はい、いろんなドミノでこの使って、はい、やっぱり競ってるんでしょうかね。うん、まあ結構楽しんでやってるようです。ああ、そうですか、はい、はい、次はこれ これは何やってるんですか。これはこれは体幹を鍛えてるですね。やっぱり普段使ってない筋だと筋肉だっていうのを鍛えることによって体がすっきりすると、はい、いうことのようです。う、面白いことやってますね。いろいろね、知らない、私も知らなかったですけど。あ、そうですか、はい、次は、はい、これも何もない今日の子どもプラザで卓球やりたいという子どもたちが自分たちでその机をまと使って卓球やってる。お、これ普通の机2つ並べて、でこれは勝ち抜き戦やってるんですね。あっちもこっちもって。これやっぱりいろいろ考えますね。やっぱり子どもは考えますね。素晴らしいですね、うん、はい、この次は何ですか。これは、はい、これは登録されているボランティア、はい、まあ、一つボランティアなんですけどアドバイザーさんなんですね。お話ボランティア、ひまわりの会さんで本当にこう、いろんなお話をしてくれる。本当に静かに聞いてますね、子供は。ああ、そうですか。そのアドバイザーさんっていうのはどこに、はい、社協に登録されているアドバイザーさんって何百ってあるんですね。でこの真っ白の中にもアドバイザーさん結構ありまして、今ここでお話ししてくださってるのは真っ白の方です。それはあれですか、登録はこう皆さんがご自分で登録されるんですか。そうですね、アドバイザーさんがやっぱり本当にこう、ボランティア精神をお持ちの方がやっぱりやってやろうっていう、そういうお気持ちで登録されるんじゃないかなと思います。それはですか、いろんな今のこれはお話なんですけども、はい、音楽とかいろいろあるんですか。あるんですね。真っ白の中には本当にね、
あのイングリッシュベルターとかね、あ、なるほど、あのオカリナだとかね、いろんなありまして、真っ白だって本当にいろんな方がいて、私はねありがたいと思ってます。そういう方が交代で来てくれる、あのお願いしてね、お願いしてね、はい、あ、そうですか、はい、次はこれは何ですか。これはね、バルーンを使っていろんなものを作るっていう、この窓場屋さんなんですけど、ああなるほど、まあ子供たちも自分で好きなものをこうね、あのひねってねじってって、うん、ああできた、やっぱりこの作った喜びっていうのがあるんでしょうね、うん、ああなるほどね、はい、次はですか、これは何ですか。これはスポーツ吹き矢、今年から始めたんですけど、吹き矢、吹き矢は、これもね、5メートル先の的に矢を当てるんですけど、うまい児童はいましてね、この指導してくる先生方もこれは早くやれば団子を取れるだろう、うん、あ、そうですか、はい、次はこれなんですか。これはね、スライムですね、紙粘土じゃないんでしょうけど、なんかクチュクチュってしたこの手触りが、はい、子供たちに人気で結構こう楽しんでやってます。それでこの方は長野市に登録されてる方なんですね。そうですね。地域の方ってのもこうボランティアさんでいらっしゃるんですか。もう本当に真っ白の中でも結構たくさんいらっしゃいます。あ、そうですか、はい、だから我々に、私どもやっぱり地域の方を中心にいろいろやってもらおうというふうに考えてはいるんですけど、はい、素晴らしい地域ですね、はい、あ、そうですか。ところでその子どもプラザっていうのは毎日開館してるんですか。毎日そうですね、してるんですか。学校の授業があるときは毎日で、休みのときは休みのときも、春休み、夏休み、冬休みもやります。それから月2日土曜日を開所します。あ、冬休み夏休みって学校休みなのにわざわざ来るんですか。保護者の方のね、事情で、冬休みでも勤める方がいらっしゃいますので、うん、そういう時はやっぱり、プラザを利用するしたいという人だったと思いますけどね。そうですか、はい、ところで先ほどね、はい、水田さん昨年まで区長さんということで、はい、こちらは今年はね、はい、施設長さんなんですが、どうしてこうお詰めになったんですか。これ私もね、よく自分でもわからないんですけどねわかんないんですか。気がついたら勤めてた。自治協が終わるから、そろそろどうだいって言われましてね、まあ、そういう対処もねえだろうなと思ってやってみたらこういう仕事でした。ね、今お勤めになっててどうですか、お勤めは。そうですね、今この勤めをやってみて分かるんですけど、やはり地区のみんなが子どもたちをどういうふうに見守っていくんだっていう、これ今自分がプラザの施設をやってるから分かったことかもしれませんけど、実際に客観的に見てもですね、地区の中で本当にこう、子どもたちを見守ってっていうのが非常に急須になってるかなって気がするんですね。あ、なるほどね。ですからもう少しこう子どもたちをこう見たら、温かい目で見守ってもらえたらありがたいなというふうに思います。それでまあ時間もねだいぶ少なくなってきてるんですけども、はい、施設長さんとしてのポリシーとかその意気込みというのは何かありますかね。意気込みね、まあ意気込みっていうほどでもないんですけど、やっぱり、そのどんな仕事でもそうなんでしょうけど、やるからには楽しく続けていかなきゃならないな、うん、だから児童たちと楽しくやるためには自分がどうしたらいいんだっていう、それ日々自問自答ですね。あ、はい、そうですか。それでまあ施設長さんに就任されてよかったこと、一言で何かありますか。そうですね、自分の孫と距離が近くなったことですかねやっぱり自分毎日ね、はあ、児童と付き合ってると、児童の気持ちが少しずつ分かってきた、なるほど、だと思いますいいことですね。いや、いいかどうかね、でも孫に救われるってことはいいことですね。いいことですよね。あ、そうですか。だいぶね時間も残り少なくなってしまったんですけども、はい、最後にね、一言その
これ松代テレビで、まあこれは全国ね世界にも流れてるんですけども、その地域の方に一言でいいんですけど、はい、何かお話しあったらお願いしたいと思うんですけども。そうですね、まあ、本当に地区の方々が本当にこの松代を、育てていこう、要するに活性化していこうという、うん、こういう動きには本当に頭が下がってます、うん、はい、自分も何かできたらいいのに、うん、自分の力のなさで申し訳ございません。あ、そうですか。いやいや、どうも今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。すいません、ありがとうございました。皆さん、はい、素晴らしいじゃないですか、うん、ご苦労されてますね。そう、ね、みんな簡単だと思ってるけど、ね、大変ですよ、やってみたらそう、えらいこっちゃみたいな感じだね。実際ね、うん、もう本当に大事な子供さんをね、うん、お預かりしてるんで、そうやっぱり、気使うしね、気使うしね、うん、大変だと思いますよ。大変だと思うね、うん、はい、はい、そんな形でね、はい、ということで、はい、ですね、これ山寺定山亭なんですけど、はい、ね、真っ白霧とつゆと、うん、追いかけてっていうのかな、うん、高山さんって方ね、写真展をやってますね、うん、11月1日から、その高山さんも、うん、そうだね、あ、そうですね、国夫さんね、12月30日まで、山寺定山亭土蔵のギャラリーでね、入場料無料という形でやってます。9時から、ね、5時まで、はい、入場はね4時半までっていう形でねやってますんでね、ちょっと珍しいからぜひ見に行っていただければいいかなというふうに思います。無料のお茶もあるしね、やっていただければありがたいなと。先月おいでになった時にお話してくればよかったよね、うん、あ、そうだね、お話なかったですね、ちょっと感じなかったね、うん、はい、そういう形でやってます。はい、で来週です、はい、422回しゃべくり真っ白、11月26日、はい、今度はね全国40第41回全国町内準備っていうのはね、うん、あったんですけど、うん、ね、終わりましたんでね、はい、松代全国寺大会ね終えてという形で、実行委員長のね加山さんに来ていただいて、そのお話をちょっと聞ければいいかなっていうふうに思います。お話した、はい、お話したね、そうですね、はい、そんな形でお願いできればいいかな、まあ、これがね、はい、今までのパンフレットだったかね、町ゼミの町ゼミの、ポスターなんですけどね、これもねこういう形でやって、終わりましたんでね、16日から18日までという形で終わりました。はい、そのお話をちょっと聞ければいいかな。はい、いや、それは楽しみです、ね、はい、そんな形でよろしくお願いします。はい、それでは来週のしゃべくり松代どうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。しゃべくり松代また見たね。